リンリン、ハローパン、ラレール、リンリンパラレルのリントです。はい、今日はですね、そろそろ脱毛しそうなキョロメちゃんの子供のご紹介をしようかなと思います。今ね、見えてるこの上にいる子はハロ君、旦那さんの方です。そしてこっちがキョロメちゃん。はい、もう脱毛寸前。まだお腹の中に全然顔突っ込んでて、まだまだって感じですね。多分まだミルク大好きちゃんって感じ。毛も全然生えてきてないですけど、うん、おそらく白い子な気がする。ただね、このギョロメちゃんって子なんですけど、もともとノーマルでお迎えした子なんですけど、ノーマル、ヘテロ、粒子とか、なんかヘテロを持ってたんですかねって思うくらい、お腹にいる子が結構白い毛みたいなものが生えている感じ。ちょっと今寝起きで達成してて、ちょっとあれなんですけれど、ほぐっちゃった。明るさが気になるんだね。そしてお腹を丁寧になめなめしてる。ありがとうね。実際脱毛したらまた動画回して、いつ脱毛した子なのかっていう感じでね、あとお名前もつけて動画はアップすると思います。先行でこの動画は Facebook に一応上げておくんですけれども、体白い子だったね。あ、ごめんごめん。まあこの子はこうジコジコ言うのが癖になってるから、問題ないですよ。これ癖です。襲いかかっても来ないし、ジコ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 って言うだけで済む子です。まあそれも可愛いんですけどね。威圧的な威嚇じゃないんですよ。威嚇ジコジコジコって言っても、脱毛が楽しみだね。結構でかくなってますね。もうそろそろ本当脱毛時期が近づいてきてますね。まあ、脱毛してもね、しばらくはお母さんと一緒に過ごしてもらうんですけれども、ある程度したら、お母さんから話すかどうかはちょっとあれですけれども、すぐは話さないと思うけれども、ケースはね、ちょこちょこ変わっていくかなとは思います。まあ、実際脱毛したらまたご紹介します。男の子か女の子かもね、まだ決まってないし。ほら、イクメンしてる。ちょっともうちょっとだけ撮っておこう。ここまで来ると小食いの心配はなさそうですね。初めてね、この子たちが子供を産んでお腹にいた時にはね、なんかずっとはみ出てる子がお腹からねいて、気がついたらいなくなってしまっていたことがあって、きっとその時は刻意をねしてしまったんでしょうけれども、めっちゃ毛繕いしてあげてきた。毛で見えねえ、毛じゃない、尻尾で見えないけど、
のおはげちゃんも君は可愛い限りですね。何？何もないよ。何も持ってないよ。マシュマロとかないよ。マシュマロは後でね。とりあえず脱毛したらまた動画回します。 YouTube に上がっている動画はこれにもう一個脱毛した時の動画が一緒にくっついて上がると思うのでよかったら見てあげてください。どうしたら出てきて。はい、では次の動画でお会いいたしましょう。Thank you.
まず Facebook にこの動画は先行で上がるかなと思います。はい、先ほど脱毛しておりました。はい、完全脱毛ですね。もう今まではね、10月の24日の日にハロ君の背中に乗っかってるのは確認できたんですよ。でもあごめんね、お母さんとこ行きたいね。でそれ以降はちょっと脱毛は見れてなかったんですよね。ちゃんとお腹にいたんですよ、ずっと、ギョロちゃんと。でほんとさっきハル君がね、うちのハル君がね、ちょっとウララちゃんのマシュマロを奪い取るという現行犯がねありまして、それを、まあ、Facebook にのみちょっと上げてたんですけど、YouTube 見てる方はね、何のこっちゃって話なんですけど、その動画を撮ってたらちょうどキョロちゃんが、ね、出てきて、お腹見たらいなくて、えってなってポーチの中確認したら、ポーチの中で一人で待っててっていう状態で、今この動画を撮る前に何とか確認して、キョロちゃんのお腹に乗せてもちゃんとキョロちゃんが、ね、育児放棄してなかったので、今こうやって動画を撮影しております。じゃあキョロちゃん、はい、どうぞ。ちゃんと連れて行きますね。で今ねちらっと見えた通りなんですけれども、多分粒子スティックの子かなと思います。あなた頭のハゲがすごいわね。でただ粒子スティックのようなんですけれども、ああちょっと違う、その直接取りに来ないで、直接取りに来ないの、はい、そっち戻って、そっち行って、うんちそこに入れられてもちょっと困る。うんちしたじゃん水の中にうんちポロッと落としましたね。よいしょ、はい、よいしょ、一回閉めようか。はい、というところでございまして、本日脱毛となりました。で一応ね、育児放棄とかがなかったので、今動画撮影という形で手に載せさせていただいたっていう状態ですね。で、この子の名前なんですけれども、名前はウィンちゃんです。いたします。カタカナでウィンかなと思います。で理由としては、まあ今日ハロウィンなので、もともとハロウィンの10月31日に脱毛してほしいなってずっと思っていて、でプチ脱毛が24日だったんですけれども、今日のはプチ脱毛ではなく、もう完全に脱毛してたので、なのでもう脱毛日10月31日でいいかなと思います。で由来はまあハロウィンのウィンっていうところで、もう一個が裏モチーフとして遊戯王にウィンちゃんっていうカードがあるんですけれども、まあ、そのウィンちゃんを裏モチーフにしてて、で裏モチーフの理由っていうところなんですけれども、うちのギョロメちゃんですね、まず奥さんの方、こっちの白い子がハロくんなんですけど、こっちのギョロメちゃんが、名前の由来がモンスターズインクのこのマイク・ワゾウスキーのあだ名ギョロメちゃんっていうところから取っております。ガールフレンドはね、ギョロメちゃんって呼ぶんですよ。あらギョロメちゃんみたいな感じで呼ぶんですけれども、そこから取っております。でハロくんがこの子、ご友人のところから引き取った子になるんですけれども、まあいろいろちょっと事情があって、ちょっと飼育が難しくなったっていうところで、なんていうんですかね、私のうちの家を引き取った子で、もともとそのお家の方では、この子は、ガンダムに出てくるハロから取られてたんですよね。で、あのハロってガンダムのハロって、まあ、イメージカラー緑じゃないですか。っていうところでこの子たちのイメージカラーってどっちも一応緑なんですよ。でうちに来てから の後付け設定にはなるんですけれども、ハロウィンから撮ったよっていう意味でハロっていう、なんていうんですかね、ダブルミーニングじゃないですけれども、後付け設定を、この子には付けております。なので、うちとしては、ハロウィンのハロっていうところで名前を付けさせていただいていて、で元のモチーフの方はガンダムのハロっていうところなんですけれども、でまあ、なんでハローをハロウィンから取ったっていうことにしたかというと、まあ、モンスターズインクのギョロメちゃんのパートナーってサリーじゃないですか。でサリー
を、別のものに言い換えると、サリーちゃんはあのハロウィンじゃ、ナイトメアビフォアクリスマスにサリーっていうキャラクターがいるんですけれども、あのナイトメアビフォアクリスマスのサリーからあのうちのパッちゃんっていう子がいるんですけど、パッちゃんっていうのを撮ってるんです。でサリーが継ぎはぎの人形なんですけど、あの継ぎはぎの人形をパッチワークと言い換えて、パッチっていうところを撮ったんですよね。でそのパッちゃんとギョロメちゃんが一緒に住んでて、その2人の お嫁さんじゃないや旦那さんになるっていうところもあったので、モンスターズインクもハロウィンっぽいし、そのパッチっていう名前はナイトメアビフォアクリスマスから取ってるんで、まあハロウィンだったんですよねっていうところで、そことのなんだろう、設定じゃないですけど合う名前、両方にも合う名前っていうこじつけをつけたくて、ハロってなんかないかなと思ったら、あハロウィンからかっていうので、こじつけのまあハロウィンっていうところなんですけれども、でまあそういう感じで名前を取ったんですね。で元のモチーフのハロ、ガンダムのハロと、ギョロメちゃんの緑っていうところで、遊戯王にウィンっていうカードがですね、緑色の髪の子なんですよ。こんな感じですね。これ私がコレクションで集めてたやつなんですけれども、ちょっとピントが合わないね。はい、これがウィンっていう子なんですけれども、あの白い装飾衣装の上に、まあローブみたいなの羽織ってはいるんですけれども、緑色の髪色なんですよね。なんで白の服も着てるし、髪色が緑っていうのも合うかなというところで、あのここを裏モチーフという形にしてます。まあこれもこじつけですね。まあ、遊戯王は好きで、あとこの憑依装着ウィンとか風霊使いウィンっていろいろいるんですけれども、このウィンちゃん見た目私がちょっと好きなんですよね。こういう緑色の髪のこういう感じの女の子可愛いなと思っていて、あここを裏モチーフとして使うことも可能だとすると、奥さんギョロメちゃんね、あのお母さんか、この場合だとお母さん あの緑色っていう要素とお父さんの緑色だっていう要素をね、掛け合わせることができるなと思ってこじつけをしております。はい、ちょっとまた入り組んだ名前の付け方にはなるんですけれども、まあ安直にハロウィンのウィンから取ったよっていうところで、あとは裏モチーフはあのうちの子事情というところで付けているっていう状態になります。はい、あの何か緑色とうまく連動させることはできないかと思ってですね、ハロウィンのウィンちゃんだけでいくとお父さんの要素しか受け継いでないように見えちゃうので、なんかその裏モチーフとしてお父さんだけではなくお母さんの要素も持てる名前にしたいなって思ってつけております。はい、そういう風にすることでね、お母さんの要素を残してあげたいなというあの名前の付け方でございます。はい、ということでそんな感じです。一応 YouTube の方にもあげますので、一応 YouTube の方の挨拶として、もしよろしければこちらの YouTube のチャンネル登録、そして高評価、そして各種 SNS ですね、 Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらのフォローもお願いいたします。そしてまた次回の動画を見てくださると、光栄です。またですね、あの過去に動画800本900本ぐらいね上げてるんで、それを見ていただけると幸いです。はい、これからもねこのウィンちゃんと一緒に、暮らしていきたいなと思います。ということで家族が、増えましたというご報告になりますね。はい、ということで、本日は以上となります。以上リンゴでした。バイバーイ。
最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。